はい、こんにちは。山チャンネルです。今日は何の動画かっていうと、はい。ダリアですね。まあ、球根植えたのは1ヶ月以上前なんですけど、まあ、要は失敗しましたね。失敗というか、芽が出てこなかったです。球根植えて1週間ぐらい、遅くてもそんくらいで芽が出てくるかなと思ってたんですけど、出てこなくて、まあ、まだかかるのかなとか思いつつ、だらだらと1ヶ月が経ってしまいました。さすがにこれはなんかおかしいなと思って、掘ってみたんですよ。球根どういう状況か。そしたら、腐ってました。腐ってたんですよ。球根が。ちょっとじゃあ、見ますか。その腐った球根。まあ、なんか土の表面とかにカビは来てなかったんですよ。ただただ球根が多分死んじゃったんですね。中切ってみるか。そう、芽がちょっとしわくちゃになって、なんかね、変な穴がついてんすよね。これがカビなのかがよくわからないんですけど、そんな腐るほど根腐れしたってことですかね。じゃあそこまで水与えすぎたこともないだけどな。根腐れしたってことは、通気性が悪かったとか、水を与えすぎたとかかな。ちょっとこれを半分に切ってみようと思います。うわ、柔らかい。柔らかい。うわ。柔らかい時点でやばいよな。匂いはあんまりないっすね。匂いはないんすけど。いやー、マジか。何がダメだったんだろう。なんか腐った果実みたいな感触してる。うわ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 。ああ、こんな感じですね。ぶっ刺さるもんな、スコップで。あんだかた球根が。匂いはないな。腐ってんのかな？何なんだろう。はい、なんかもう腐った柿みたいな、腐った果実ですね、マジ。なんかそんな感じになってます。一瞬近くで見てみますか。一瞬。裏が白い方がいいかな。なんかこんな感じになってるんですよね。表面はなんかよくわからん。ちょっとこの球根は捨てます。ってことで、買ってきました、もっこ。ダリア。これはリベンジですね。ダリアを買ってきました。なんか一応この間植えたダリアとはまた別の種類のやつですね。この間植えたのは大輪で赤い鮮やかな色のやつが、まあ一つポンって咲くんですけど、今回のやつはこれですね。こんな感じのやつ、ポンポン咲きダリアってやつを植えようかな。てか、前と同じ球根、もう売り切れてたんですよね。なんでちょっとまあ違うやつでリベンジしたいと思います。はい、じゃあ早速、新しく買ってきた、ポンポン咲きのダリアを、まあ植えたいと思います。で、土なんですけど、あ、そう。で、さっき、そのまあ、
球根と土を捨ててきて、ちょっときれいに洗って、まあ、なんとなくもしかしたらこれじゃないかな、腐った原因がっていうのがあるんですけど、軽石。あ、今回使うのはこの鉢に対してこんぐらいの大きさの軽石なんですけど、その僕、動画でダリアを植えてた時に、これの3分の1くらいの大きさの軽石使ってたんですよ。こんくらいの大きさの軽石だったんで、そこに敷く石がちょっと小さすぎたかなって、さっき土を捨てるときに、思いました。まあ、土も、で、そう、前、そのダリア植えたときは、なんか、1対1対1とかでなんか土ブレンドしてたんですけども、今回は、これ。もうこの、花と野菜の僕がいつも使う万能土ですね。まあ使ってみてもこれで大体何でもいけるっす。花と野菜だったら多分。なんでまあ早速じゃあ、ネットから切って入れていきますか。カビとか、土とかにカビは来てなかったんですけどね。まあ腐っちまったもんまあ仕方ないんだけど。ネット敷いて、ネット敷いて、軽石入れて、まあちょっと軽石を平らにして、今、こんくらい、おっと、こんくらいですね。こんくらいまで軽石が入ってますね。で、やっぱちょっと軽石多いな。軽石多いっすわ。植え付け深さがあるんで、球根の。ちょっと軽石取って、今軽石こんくらいまで入ってますね。今軽石こんくらいまで入ってます。で、ちょっとこの時に、水で、粉がついてるんで、軽く水で。じゃあ、土をまあなんか入れ物かなんかに移してから、まあ容器に移してから、こんな感じで鉢に入れていきましょう。温めて、球根植えたら、なるべく水は切らさないようにしたいんで、常に表面濡れてる状態にしとくぐらいで、このダリアの種、まあ、開けますか。なんか土が入ってるんですよね。一緒に。この土は使っちゃっていいのかな？なんかバーミキュライト、木くずとバーミキュライトっぽいもんが入ってるんですけど、まあ、まあ一緒に入れちゃいますか。球根こんな感じですね。なんかじゃがいもみたいっす。で、だいたい4、5センチぐらいなんで、こんな感じで植えます。なんで、まあ今植えちゃって、で、土をかぶせていきますと。ちょっと深いな。もうちょい土入れてから入れよう。あ、土足りんかったな。じゃあ球根置きまーす。こう置きますね。こんな感じで置きます。合ってんのかな？合ってないかもしれん。まあやってみよう、もう。じゃあ土かけていこうっと。
くらいまで土持って、平らにならして、よし。あとは真上から。で、結構水はたくさん、ふんだんに与えた方がいいみたいですね、なんか。なんで、まあ、朝と夜、しっかり水、下から、それがダメなのかな、腐ったのって。どうなんだ。まあ、下から水が溢れてきてるんで、まあ、こんくらいでいいと思います。よし、じゃあ、完了ですね。まあ、とりあえずちょっと芽が出てくる。まあ、一週間ぐらいで芽が出てくるとは思うんで、ちょっとそれが出てこなかったら、要注意ですね。そんな感じです。まあ、まさか腐るとは思わなかったっす。で、腐ったら球根がめっちゃぐじゅぐじゅになるんですね。なんか腐った果実みたいになってました、もう。あんまり匂いは出なかったですけど。まあ皆さんもダリア植える際、あれ？球根からなんか芽が出てくるの遅くねと思ったら、ちょっと掘って確認してみた方がいいかもしれないですね。腐ってるかもしれないです。まあ、普通はそんなことならないと思うんですけどね。はい、じゃあ、もう芽が出てくれる、芽が、ちゃんと育ってくれるということを信じて、今日の動画はこれで終わりたいと思います。バイバイ。